DJ サイレント MC プレイクリア、地下のゲイ桜坂ギャングスターシップ。アジアの島国へ、大陸から見れば神風武士の国、白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道、弱い優しさがうしかないなら力つけるそれしかないから。お疲れ様です。お疲れ様です。本日も元2代目声優会会長であられた川口和秀さんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、また今日はお隣にいる方が変わったんですけれども、ご紹介いただいてよろしいでしょうか。あの、私の留守の間代行を務めて、あの、日を灯してくれてた呉本です。呉本さん。はい、呉本光三言います。呉本光三さん。幸せを作る代行されてたっていうのは、元ヤクザとかの方ではない。いや、元ヤクザの方。あ、元ヤクザ、もう辞めて十何年になりますか。帰ってくるまでやってました。あ、そうなんですか、はい、全然今のこの様相から全くそういう感じには見えない。うん、この人お坊さんやから。お坊さんになった、辞めてから。ヤクザを辞めて坊さんになった。東北の震災があって、はい、それでお坊さんになりました。それがきっかけですか。はい、2万人ほど亡くなりましたから、はい、それで、あの、向こう行って、うん、あ、これじゃあかんない、供養する人がおらんからって、うん、戻って修行して。この人の昔の若い衆、高野山大学でサンスクリット語を教えてた。あ、サンスクリット語。はい、それまでは親分親分って言ってたのに、お坊さんの弟子になったら、うん、おい呉本って呼び捨てやん。でもやっぱ それは先に行かれてる方っていうか、こう、あれですよね。まあ、頭良かったよね。高野山大学で教えてたっていうんやから、そんだけやっぱり勉強したやんかな。そうですよね。お坊さんと住職って同じですか。いや、違います。住職言ったらお寺住んで、お寺買わなあかんねんけどね、買う金がない。王様はいただかなあかんからね。で、何でも金出して買うんと違って、いただかなあかんから、ね、いただく相手がおれんからね。もうちょっと大きい声で喋ってくれて、さっきから何でも出てるがな。いただくね。はい、あの、先ほどおっしゃられた、あの、川口会長がヤクザ、はい、で、呉本さんもヤクザだった、だった元ですね。はい、ずっとそのついて来られて、やっぱりこう背中を見て来られて、顔が近い。いや、背中ってもともとこのキャラやもん。わしの背中見んでももう育ってるもん。そうやけど、自分のやっぱりために、自分のためにも、あ、こういうふうに留守せんなあかんなという感覚で留守してくれたやと。そやから不動会の溝下さんに一番可愛がってもうたん違うかな。素晴らしい人、あの人は。うん、ちょっと溝下さんのこともエピソードを。はい、エピソードってな、そのね、雪の寒い時に、はい、山はみんな凍ってね、真っ白になってる時に、はい、写真撮りに行くわけです。はい、風がガーッと吹いてきてね、ピトピト当たるわけ、バンとね、当たったらカラカラカラと音、そんな音を聞きに行ったりね、カメラで写真撮って写真集を作りに行ったり、そんな手伝いしました。写真家の土門健で、モノクロ あの写真ではもうその世界で明治時代の人かな、その人が溝下さんの子供の時の写真集に収めてるわけだ。苦労して石炭泥棒に行って妹育ててるわけ、それが絵になってるわけ。そのベースで写真に興味持ったん違うかな。それで写真集は出してる。全部その絵も字も写真もプロ並みやろね。この間もあの専門家に見てもたら、これはもう素人と違うという評価やったね。ちょっと話変わってしまうんですけれども、川口会長が刑務所に入られている時に写経をずっと書いてたっていう、まあ、お話本の中にもあるんですけれども、それでなぜその写経をずっとお書きになってたんですか。字上手になりたかったから。もうそれだけ。
私も入ってる時は書いてましたよ。頭いや、普通の医者紹介してました。練習してました。落ち着くわね、人間の気持ちが一つのものに集中すると。人っていうのは静と動が必要やと思うね。日中その活動してる時は動やわね。静の時はやっぱりそういう時間もやっぱり一つ一つの羽とかそんなんでやっぱりだんだん上手になっていくからやね。そういう時間がやっぱり好きやったんかもわかりね。で、私はやっぱりあの東兄弟の字っていうのはもう天下一品やと思う。だからうちの東勇さんも親分も字が上手、ライバルは最大の教師っていうわね。よし、この字追い抜いたろうって。そやけどさっきも言ったけど、手張りっていうのはやっぱりその人の味があるから、字が上手とか下手やなしに味があるから。この間行った時にはあの、お前この字ほんまに書いたんかっていうことは評価してくれたということやと思う。うん、ケイさんもすごい字。自分は全然上手くないですけど、あの川口会長手紙書くときに左手で書くって聞きましたけど。いやいや、左から。あ、左から書くんですね。墨字書くときには左から書いた。右から書いたら手汚れるから、そやから左で書いとったんやけどね。刑務所で闇の手紙出してたやろ。え、闇の手紙とは、うん、モンテクリスト博で小説読んだことない？ないです。デュマの作品やったかな。そこに宝のある場所をオレンジの汁で書いて、で炙ったら出てくるっていうような。お、これ使えるやないかいと。ほんな手紙の裏に伝言書いといたら、うん、管理バレへん。よう来ましたよ、その手紙。で、途中でそのオレンジ系が出んようになったみかんとかバレた、誰か喋ったやと、はあ、で、サッカーがあの勝ち取った勝利かなんかいう本、アメリカの刑務所を勤めて、うん、あのそういうサッカーのあれチーム立ち上げるのにどうのこうの言って闇の手紙、それは牛乳で書いたんや。牛乳も同じ効果ある。炙ったらね、こう土が出てくる。その炙ったら出てくるその闇の手紙は、もう最初から分かって受け取ってるんですか？いや、伝言に。炙れよって言うんですか？え？炙ってけよって。そう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 。すごいですね。知恵と知識。知恵って何？知識は？知識はまあ読んだり見たりとか、まあ。そんな何本？頭の中に詰め込んでても使えへんかったら何もなれへん、はいはい、知識は組み替えて応用することで知恵になる、うん、で実践して自分の体で覚えていく、うん、いやすごい知恵があるからすごいと思います知識もたくさん持ちでいらっしゃいます。それはやっぱり経験とやっぱり体験で身につけていくもんやもんな、うん、いやね、ただで動くの自信だけは持ってるから、なんかこう来たらなんか当たるかいなって思ってきたんや。冷たい水飲んでるかな。会長、そのバッジはそれ弁護士バッジですか？わかるに見えるけれども、はい、ユニクロの宣伝するんやないけど、今度ユニクロにあのあれしてもたらどう、スポンサーになってもたらなっていただけたら嬉しいですけど ね持っていったりや、ユニクロへ。ユニクロのジーパンの、はい、もう10年ぐらい前のジーパンのボタン、はい、前のボタンバッチにしたんです。宣伝してんねん、わし。もうコンプラかかれへんから、ユニクロさん頼んどきまっせ。ありがとうございます。いきなりなんでそれつけようと思ったんですか、それでも。シャレやがな、大阪人の。関東の人はそんなこと考えへんやろ。桜隆史さん、昔と命は一瞬めぐりめぐって今は善な気分浸透ね、100億ポーズ出たら揃った国心層、過ぎた昨日より大事な今日、罪と罪は消えないが卒業だサグライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。